仏説魔漢にゃはらみた神行漢字財宝作業人あんにゃはらみた字小剣豪雲海空洞一切空役者利子四季不意空空不意四季四季即税空空即税四季十創業四季役分尿税者利子税商法空相雨商雨滅空雨上雨増雨減税航空十無四季無十創業四季無限二美絶身二無意識上皇未即王無限界内し無意識外無無名役無無名人内し無老師役無老師人無空十滅道無知役無得意無所特攻防大サッターへ般若波羅蜜多行進無軽減無軽減公無空オンリー一切天道無相空虚念安三世勝負性般若波羅蜜多行徳阿耨多羅三脈三膨大高知安にゃあらみたぜ大臣修税大名修税無常修税無東道修の上一切区真実高校説安にゃあらみた修即税修圧ギャテギャテあらギャテあらそうギャテ傍事諏訪か安にゃあ信用今日は朝から暑くて寝てられないほど暑かったです。今も非常にいい天気で夏って感じですね。雲の感じも夏、うん、毎年夏は迎えているはずなのに、なんかねちょっと置いといて、今さすがに暑いので氷水を飲みながら、やっているんですけれども、なんか氷水のことを日本ではお冷やっていう風に言うでしょ。この言い方が結構いいなと思ったんですよね。水とか冷たい水とか氷水とか言わないで、お冷やっていうのが冷えている水っていうことなんだけど、そこにおをつけてお冷やと呼ぶ。これがね、この日本語ってなかなか素敵だなってちょっとふと思いました。例えば英語でお湯っていう時にホットウォーターっていう風になってたりするのって なんかちょっと変な感じが日本人としてはしますけどね、うん、お冷や、うん、いい言葉だ。というわけで昨日の続きを読んでいきます。誰もいないのでこっそり、それでは雲字義定本は、竹馬書房弘法大師空海全集第2巻、小野塚先生ですね。現代語は戸賀能先生、講説小田先生、それから素読テキスト中川先生ということでやってまいります。ガンガン今日も読んでいきたいと思います。それでは 本日は第2章3節 1-5 からいきます。原文、また次に千だら二文に訳して釈せば、一切諸法は本不生のゆえに家事文も無尊厳なり。お一文字さんどうも。お冷やお神お殿様すごいその三大話みたいになっているんですけどありがとうございますしまった。さてさて、一文字さんのキャスもセレクトが一応 いろいろあって面白いですよね。最近あの中国神話のあの強烈なイラストを思い出してニマニマしてるんですけど、またああいう愉快なシリーズをやらないかなと思って楽しみにしています。まあ太蔵くんは太蔵くんで面白いんですけどね。はい、それでは続き、また次に千だら二文に訳して釈せば、一切諸法は本不生のゆえに宇治門も無尊厳なり、諸法は利作業のゆえに利作業のゆえにか、落ち着け私。宇治門もまた無尊厳なり、諸法は東国無双のゆえに宇治門もまたまた東国無尊厳なり、諸法は無行のゆえに宇治門もまたまた無行なり、諸法は無一豪僧のゆえに宇治門もまたまた無一豪僧なり、諸法は離千遍のゆえに宇治門もまた離千遍なり、諸法は無用僧のゆえに宇治門もまた無用僧なり、諸法は無償のゆえに宇治門もまたまた無償なり、諸法は無戦弱のゆえに、宇治門もまた無戦弱なり。長いな。諸法は無慢のゆえに宇治門もまた無強慢なり、諸法は無常用のゆえに宇治門もまた無常用なり、
処方は無仙台のゆえに、グジモンもまた無仙台なり、無仙台じゃない、無音台のゆえに、グジモンもまた無音台なり、処方は無執着のゆえに、ウジモンもまた無執着なり、処方は如々不可得のゆえに、ウジモンも如々不可得なり、処方は住所不可得のゆえに、ウジモンもまた無住所なり、処方は線不可得のゆえに、ウジモンもまた無車線なり、処方は崩壊不可得のゆえに、ウジモンもまた無北壊なり、処方は第一義不可得のゆえに、ウジモンもまた無症儀なり、処方は不顕如呪末のゆえに、ウジモンもまた無呪末なり、なんか滑舌の練習みたいになってますが、処方は縛不可得のゆえに、ウジモンもまた無縛脱なり、なんか合わせてぴょこぴょこ、無ぴょこぴょこみたいになってますね。やばい。処方は無不可得のゆえに、ウジモンもまたまた無うなり、処方は上不可得のゆえに、ウジモンもまたまた無上なり、処方は人苦不可得のゆえに、ウジモンもまた無人苦なり、処方はまた、処方は相不可得のゆえに、ウジモンもまたまた無相なり、処方は離言絶のゆえに、ウジモンもまた無言絶なり、処方は本弱のゆえに、ウジモンも本来弱上なり、処方は小鈍のゆえに、ウジモンもまたまた小鈍なり、処方は体不可得のゆえに、ウジモンも体不可得なり、処方は陰不可得のゆえに、ウジモンも陰不可得なり、陰不可得はすなわち本所不生なり、本所不生はすなわち不増不減なり、不増不減はすなわち大発涅槃の火海なり、大発涅槃の火海はすなわち如来の発心なり、これを宇治の実技と名付く。今ふっと思ったんですけど、お冷やはまあいいとしてね、冷えてる水、お神話の八尾藩ってすればどうなったんですかね、一時期は香港の100万ドルの夜景が見えるところに大豪邸買ってましたけどね。お神話ともかく、お信仰っていう、お漬物のこと、お信仰っていうのは何で言うんですかね。新しい香のもの、古漬けはダメってことですか、浅漬けみたいなのを言うんですかね。なんか全然わからなくて、もし知ってる人がいたら教えてください。それでは現代語訳参ります。また次に千だら二門の方面から解釈すると、千だら二門の千っていうのは、海鮮運動、ラジオ体操でありますけど、海鮮運動の千に、だらには、まあ、呪文的なだらにですね、だらだら眺めのがだらにです、そこの門というふうになっておりますが、これはどういう意味かというと、注釈を引きましょう。だらにの自相自義を純逆に感じて秘密の実技を悟る方法。分かったような分からないような、まあ要するにですね、こう観想していくときに、少しこう何て言うんでしょうね、順序って観察をして観想していくんですが、その順序を、順番にこうやっていくのと逆から感想していくっていうのがあるんですね。まあ、有名なのは、例えば私たちは生きているのが苦しいと、苦しいのはなぜだろうというふうに、こういうふうにそこから出発していって、最後に、なんだっけ、生まれるからだみたいに、だん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 原因を探っていく方法と、生まれるとなんで苦しいんだろうっていうふうに、そっか、そういう逆側からですね発想していく方と、いくつかそういう原因を探るときにね、いくつかあると思います。まあそんなものだったような気がします。怪しいです。さあ続き、あらゆるすべてのものが元より不生であるがゆえに、宇治門も尊厳がないのである。すべてのものが作業を離れているがゆえに、宇治門もまた尊厳がないのである。すべてのものは虚空に等しく無相であるがゆえに、宇治門もまた虚空に等しく尊厳がないのである。尊厳っていうのは人間の尊厳とかではなくて、尊徳の尊に厳は減るっていうことですね。虚空に等しく、まあ、空に等しくですね、無相、姿がないと。
すべてのものは行がないがゆえに、氏ももまたまた行がないのである。すべてのものは一つに合奏するものでないゆえに、氏門もまたまた一つに合奏するものではないのである。合奏っていうと楽器を演奏するかということかと一瞬思っちゃうんですけれども、合わせるに、奇変に目ですね。そういえばですね、今年かな、東京に行った時に国立西洋美術館でしたっけ、あの東博の近くにあるあそこでね、カラバッチョ展やってて、おカラバッチョだ、これはギャラリーフェイクに出てきたよな、あの話すごい好きなんだなと思って見に行ったんですよ。で、私昔ギャラリーフェイクのそのカラバッチョの話に般若心経の話を絡めて法話をしたことがあったので、あれが見れるのかなと思ったら、その肝心の絵はですね、合奏っていうやつなんですけど、それはなかったんですね。ただ日本初公開のものとかがあったので、まあそれはそれで良かったんですけど、合奏が見たかったのにと思いました。はい、合奏違いですね。続き、すべてのものは千遍を離れているゆえに、氏門もまた千遍を離れているのである。千遍というのは、まあ、巡って変わっていくということですね。すべてのものは様相がないゆえに、氏門もまた様相がないのである。様相、影ですね。すべてのものは生まれることがないゆえに、氏門もまたまた生まれることがないのである。すべてのものは千尺がないゆえに、氏門もまた千尺がないのである。戦弱っていうのは戦争の戦に、弱は敵ですね。続き、すべてのものは慢、自慢とか我慢の慢ですね。すべてのものは慢がないがゆえに、氏門もまたまた強慢がないのである。すべてのものは常用がないゆえに、氏門もまた常用がないのである。常用は、常は長く養うですね。すべてのものは恩題がないゆえに、氏門もまた音大がないのである。音大って音楽学ぶ学校じゃなくて、怨念の怨に、相対するの対ですね、敵対するの対ですね。すべてのものは執着がないゆえに、氏門もまた執着がないのである。すべてのものは如々であり、理解しえないゆえに、氏門もまた如々である。如々であり理解しえないのである。如々っていうのは、まあ真理、ジョジョじゃない、ジョジョと書くけどニョニョですね、読み方はね。続き、すべてのものはその住所を知ることができないゆえに、氏門もまた住所がないのである。すべてのものはその写生を捨てる、施す、写生を知ることができないゆえに、氏門もまた写生がないのである。すべてのものは崩壊を超え理解しえないゆえに、氏門もまた崩壊がないのである。すべてのものは第一義を超えて知り得ないゆえに、氏門もまた正義がないのである。正義、悟りですね。すべてのものは呪末のごとく泡ですね。泡とか飛沫、しぶきのごとく堅固でないゆえに、氏門もまた呪末がないのである。すべてのものは縛を超え知ることができないゆえに、縛、縛るですね。氏門もまた縛がなく脱しているのである、脱しているのである。すべてのものは有を超えており、有っていうのはあるという有無の有ですね。有を超えており、知ることができないゆえに、氏門もまたまた有がないのである。すべてのものは上、乗るという字です。上を超え得ることができないゆえに、氏門もまたまた上がないのである。すべてのものは人苦を超え得ることができないゆえに、人苦、赤、チリですね。氏門もまた人苦がないのである。すべてのものは層を超え得ることができないゆえに、氏門もまたまた層がないのである。すべてのものは言説を、言葉をですね、離れるがゆえに、氏門もまた言説がないのである。すべてのものは本来弱情のゆえに、氏門もまた本来弱情である。すべてのものは小鈍であるがゆえに、氏門もまたまた小鈍である。性質の性に鈍感の鈍ですね。すべてのものは体を超え得ることができないゆえに、氏門も体を超え得ることができないのである。体は真理ですね。すべてのものはその因を超え得ることができないゆえに、氏門も因を超え得ることができないのである。因を超え得ることができないならば、本書不詳である。
本初不詳であれば不増不減である。不増不減であれば完全な悟りの境界である。完全な悟りの境界は如来の発心である。これを宇治の実技と名付けるのである。ここまでに一応しときましょうか。それでは戸賀のお盆参ります。また次に宇治の実技をば千だらにの法門につきてこれを釈するに、もろもろの法は本初不詳サンスクリットアーディアヌトパーダのアの字の闘争なるがゆえに、これ訳になってないような気もするんですけど、古い訳なのでね、昔の人はきっとこれで分かったんでしょう。もろもろの法は、ごめんなさい、それがそのまま宇治をもって表す不尊厳の不詳の境地である。もろもろの法は沙悟、サンスクリットカールヤを離れて不可得なるがゆえに、不可得可の闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳の沙悟不可得の境地である。もろもろの法は虚空、虚空っていうのがサンスクリットでは可というふうに表すんですが、その可に等しく無相の伽字の闘争なるがゆえに、それがそのまま、宇治をもって表す無尊厳の虚空に等しき境地である。もろもろの方は如来の行、去来、去る、来るですね。これはサンスクリットでガティ、ギャーテ、ギャーテのあれですね、ガーティを超越する不可得のがの字の闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳の無行の境地である。もろもろの方は一つに集合、集合はサンスクリットガナです。集合することを超越するが、ギャという字の闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳にして一に集合することを超越する境地である。もろもろの方は千遍、千遍移り変わることですが、サンスクリットチューティ、これを離れて、不可得なる舎字の闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳にして千遍を離れたる境地である。もろもろの方は陽像、影ですが、サンスクリットチャーヤ、これを離れて、不可得なる舎という字の闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳にして陽像を超越せる境地である。もろもろの方は生まれるという字ですが、サンスクリットジャーティを離れて不可得なるジャ字の闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳にして生を離れた境地である。もろもろの方は悪魔の戦略、これが戦う敵というふうに書きますが、サンスクリットジャーマーサを超えて不可得なるジャジの闘争なるがゆえに、それがそのまま、宇治をもって表す無尊厳の戦略を、敵をですね、超越せる境地である。続き、もろもろの法は高ぶり、サンスクリットタンカーラを超越せる不可得なる他事の闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳の無教慢の境地である。もろもろの法は因縁によりて常用、サンスクリットビシュターパナを超越して不可得なる他事の、闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳の常用を超越せる境地である。もろもろの方は恩、恨むという字ですね。恩をもって対すること、サンスクリットダマーラをは、ダマーラを離れて不可得なるダジの闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳の恩対を超越せる境地である。もろもろの方は執着、取り憑かれというふうに書いてありますが、なるほどね、OK。執着、サンスクリット、ダーンガを超越して不可得なる、ダジの闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳の取り憑かれを離れた境地である。もろもろの方は、如如、如如というのは、如し、如しというふうに書くんですが、サンスクリット、タタター、あれ？タターター、タターター、ん？
なんかだんだん分かんなくなってきたな。タター型のタタータですね。にして、不可得なる他事の闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳の如々不可得の境地である。諸々の方は諸へとしての住所、サンスクリットシャーナ、スターナを超越して不可得なる他事の闘争なるがゆえに、それがそのまま、氏をもって表す無尊厳の無住所の境地である。諸々の方は能勢、よく施す、処世、施されるの施舎、施舎、施す、捨てる、サンスクリットダーナを超越して不可得なる大事の闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳にして、拙者を超越する境地である。諸々の方は物の差が、サンスクリットダルマダートゥを超越して不可得なる大事の闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳にして、崩壊を超越する境地である。諸々の方はこよなき、これ第一義体ですが、サンスクリットパラマールタのとらわれを超えて不可得なるパジの闘争なるがゆえに、それがそのまま、氏をもって表す無尊厳にして、こよなき誠のとらわれを超越せる境地である。諸々の方はあたかも集まれる泡、サンスクリットペーナのごとくにして、堅固ならず不可得なるパジの闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳にして、呪末を超越せる境地である。諸々の方は、化縛、つながって縛する、縛りつけることですね。サンスクリットバンダを超えて不可得なる馬事の闘争なるがゆえに、それがそのまま、氏をもって表す無尊厳の化縛を超越せる、境地である。なんとなく私、この契約つなげて縛るというふうな字なんですけど、これをサンスクリットでバンダっていうんですけど、なんとなくバンドで縛るとかバンダナで縛るとか覚えてますね。続き、諸々の方は迷いのあること、サンスクリットババを超越して不可得なる馬事の闘争なるがゆえに、それがこのまま氏をもって表す無尊厳にして、無縛の解脱の境地である。諸々の方はあらゆる教え、サンスクリットヤーナを超越して不可得なるヤジの闘争なるがゆえに、それがそのまま、氏をもって表す無尊厳にして、あらゆる教場を超越する境地である。諸々の方はあらゆる人苦、サンスクリットラジャスを離れて不可得なるラジの闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳にして人苦を離れたる境地である。諸々の方はあらゆる姿、サンスクリット、ラクシャナを離れて不可得なる裸児の闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳にして姿を超越せる境地である。諸々の方は権絶、サンスクリット、バクトゥバを、超越して不可得なる馬事の闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳にして権絶を離れたる境地である。諸々の方はその本性が静やか、サンスクリットシャンティにして不可得なる舎事の闘争なるがゆえに、それがそのまま氏、をもって表す無尊厳にして、元より弱情なる境地である。諸々の方は本来、頑鈍、頑張るの頑に、鈍は、鈍いという字ですが、頑鈍、サンスクリットジャダにして計らいを離れたる邪事の邪事の闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳にして、計らいを離れたる本性頓の境地である。諸々の方は誠、サンスクリットサチヤ、これ広サチヤさんっていう人いますよね。仏教っぽいのとか心理学っぽいのとか書いてる広サチヤさんっていう人は、このサトゥヤ、真理っていう意味なんですけど、ここから取ってるペンネームみたいですね。ちなみにヒロの方はですね、フィロソフィアのフィロなんだそうですね。なかなかセンスのあるネーミングだなって思ってるんですけど、私なんかコボタンですよ、コボタン。諸々の方は誠、サンスクリットサトゥヤにして不可得なる舎事の闘争なるがゆえに、それがそのまま氏をもって表す無尊厳にして大理の不可得なる境地である。諸々の方は因、原因の因ですね、サンスクリットヘートゥバの
求むべくなく不可得なる恥の闘争なるがゆえに、それがそのまま宇治をもって表す無尊厳にして因の求むべきなき不可得の境地である。これがですね、大日経に説かれる天智輪梵のですね、瞑想法ですね。で続きですね、その歯をもって表す因の求むべきなく全く不可得なることが、そのまま味をもって表す本所不生、元という字に所、はじめという字に不生、生まれない、サンスクリットアーディ・アヌト・パーダの境地である。この諸々の法の本所が生とか滅とかの生まれるとか滅びるとかの対立を離れて不可得なるがゆえに、それは増すものでも減るものでもない。それが宇治の実技である。その宇治の実技たる増しも減りもせぬ境地が、そのまままどかな安らいの極みである。宇宙と書いてコスモと読むみたいな振り仮名がであるんですけれども、大発涅槃の、要するに涅槃の世界のですね、完全な涅槃の世界の火海、悟りの海であるというふうにそのままだと書いてあるんですけど、まどかな安らいの極みであると、このようにですね振ってある。なぜ悟りが海なのかっていうのは面白いところですけれどもね、一応ここの注釈を見ると、仏の悟りの境地は、仏家の境地は大海、大きな海のごとくに一切の功徳を包容するがゆえに火海、悟りの海というのである。戻ります。その大発涅槃の火海が、その大いなる悟りのですね、海が、そのまま仏の誠の悟り、仏の誠と悟りとの2つの糊の実ということになるので、それがそのまま宇治の実技と名付けられるものであるというふうになって、それで最後にまとめのですね、詩が入るんですけど、一旦この前で切りますね。それでおだぼんいきます。大意密集には、密教にはですね、一切法の意義を特に八種宣伝十六言文等の釈法を用いる、解釈法があるわけですが、今の文はその中の多字釈一と純宣伝を用いて宇治の実技を述べている。おっとお昼になりましたが、このまま言っちゃいます。多字釈一の方とは、多くの字の意義を持って一字の意義を説く方法であり、純宣伝とは自輪の諸字の字義を順に宣伝して感ずる方法である。今の本文は多字釈一の釈法を用いて、多くの字義を持って、ああなるほどね、大日経第二に説くところの「あ」等の29文字の字義によって宇治をですね、ウーというふうに伸ばすと思うんですけど、これをですね、の不尊厳の実技を釈し、後に因不可得、すなわち本所不生以下の文に純宣伝の釈法をもって宇治の実技を説く。多字釈一の釈法は、阿字本不生、伽字利沙号、伽字東国無双、伽字無行、伽字無一号僧、社寺、社寺李仙弁、社寺無用像、発音がですね、日本人にはちょっとこう同じになっちゃうみたいなですね、ちょっと使い分けができないんですが、社寺無償、座寺無戦略、他寺無教満、他寺無常用、打寺無音大、多字無執着、多字如如不可得、多字住所不可得な、多字世不可得、多字崩壊不可得、波字第一義体不可得、波字不顕如呪末、馬字幕不可得、馬字右不可得、矢字上不可得、羅字人苦不可得、羅字僧不可得、馬字言絶不可得、社字本性弱、社字小鈍、
社寺太深徳家寺陰郷深徳の諸儀をもって宇治一寺の実技を釈する。まあ、なんかお昼になって赤文字もついて、おっと皆様のお布施によって延長という現象が起きたようです。ありがとうございます。お昼行く方は行ってくださいね。ですね、これ簡単に言うとですね、すごいぶっちゃけな役でいいのかどうなのか、例えでいいのかどうなのか怪しいですけれども、童話ドーナツの童っていうのがありますよね。あんな感じでですね、あというのは何かって言ったら本部省っていう意味だって、アヌトパーダっていうサンスクリットなので、あというのはアヌトパーダのあだ、本部省だってこういうふうに、感想していくんですね。まあそういうふうに、霊はレモンの霊、ミーはみんなのミーみたいな感じでですね、順番にこの19文字を完走していくという、それだけの話ですね。だからその時に例えばまあ「ド」と言われて「あドーナツのドなんだ」って思ったら、まあそれだけの話でね、まあ美味しそうだとか、あじゃあドーナツ買いに行こうかしらっていう気持ちになったりね、あちょっと食べたいなっていうその気になったりしますでしょ。まあそれと同じで、ここには「ド」は出てこないんだけど「ダ」は出てくるか、「ダ」はだから「政府家督だ」っていう風になった時に、それが悟りを連想させるので、どうせ考えるならね、その言葉、いい言葉をパッと連想した方がいいですよね。だから連想をする癖をつけとくといいのかもしれません。パッと文字を見た時にね、悟りを連想させる言葉が思い浮かぶようにね、訓練づけておくのはいいことかもしれませんよね。まあそれがこの瞑想法なわけですけど、さて続き、次に純宣伝の釈放によって陰不可得は本性不生の義であり、本性不生の義は宇治の不増不減の実技である。不増不減は、増えない減らないというのは 大涅槃の加解、すなわち如来発心であることを説いて、これを宇治の実技と名付けると結釈している。さてじゃあここでいよいよ詳しい説明に入って、読めるかどうか分かりませんけど頑張って読んでいきます。注釈、千だらに門、だらにを巡らす門というのは何かというと、だらにというのは総持、すべてを持つという意味で、一時に他時の義を含み、他時の義によって、多くの字の義によって一時の義を表す。千、巡るという字は宣伝の義である。自輪の、自輪というのはね、 字でねこう輪っかを作るんですね。ぐるーっとこう円のようにですね、円状にですね文字を配置するんですね。それを自輪というふうに言うんですが、自輪の所持の時義を感ずるに、宣伝して所義を感ずる方を千だらに門という。大日教書第7の釈によれば、千だらにに八種あり、これを八種宣伝と称している。本書の今の釈はこの八種の中、多字釈一と純宣伝の二釈を用いている。また多字釈一のところにかねて一字釈多の義を示している。何語なんだっていうくらい分かんないですけど、続き、一切諸法本不生、アジの時義である。不生不滅の方は尊厳の義がないから、減らないと。不生不滅、生まれない、滅しないんだから増えも減りもしないわけですね。なので増える話はまだ書いてないですね。減らないし、減らない欠けないので、なので本部省の義をもって宇治尊厳不可得の義を示すのである。次に諸法理作合、キャジの諸法作合不可得の義を指す。梵語の、カールヤというのは作合という意味ですね。作業するの作業、カールヤというので、それから転釈してカジは作合を自相とし、理作合無所得の義を自義とする。理作業あるいは無作というは作業不可得の義である。次に諸法東国無双、これですが家事の一切法東国不可得の義を指す。梵語の家事は国空の意味であって、文殊門教や、大聖厳教等には自走戦略の釈によって東国の義と釈している。しかし大日教は自義人費の釈によって、まあ深い解釈によって東国不可得または
如国無人法と説いている諸法は本部省であって、突然ポコッとこう生まれたりしないと、もろもろの造作と作者等を離れて世間に立とうべきものがない。ただ虚空が少しばかり似ているので浮空不二の発祥の大空を世間の虚空に例えて一切諸法等虚空という。しかも等虚空というと空にとらわれて筆教空弱とする偏見に陥るから、さらに空想も不可得であると説き絶対の大空を示し、等虚空不可得をもって、自義人非の釈とする。本文に無双というも大空の義を示すのである。次に諸法無行、我という字ですが、我自問の一切諸法一切行不可得の義を示す。梵語のギャタヤ、ギャタヤサンスクリットガッチャですかね、もしくはガティから転釈したもので、なんだろう、ガッチャガッチャ、ガテガテパーラガテのあれですね、ギャという字の実相は行行くという意味、字義は行不可得の義である。大書の釈によるに行は虚来身体不従の義である。去る行く進む退く済まないという意味で、諸法は本部省であるから無策であり、対大して空とすべきところがない。空は不行、行かないという、ところであり、不行のところすら不可得である。行所は不可得であることは言うに及ばないことである。故に一切行不可得という。今の文に無行というは無は不可得の義である。次に諸法無一合相、ギャという字ですが、一切諸法一合相不可得の義である。梵語ガナという、ところから転釈をしたものである。ガナには一合相、一つの合わさる相と、それから長密等の義があるから、ガジの自相を一合相と言い、自義を一合相不可得という。無一合相の無は不可得の義、一合は密合の義で、大書に、ガナは密合の義、周囲総合して一味人を常時、諸運が合して一心を常ずるがごとし、と説き、さらに一門を持って転釈するから、しばらく行の義を持って明かせば、およそ諸行があれば必ず行と家行と行者との三字が、総合する。しかるに一切の法は本部省であるから諸行がない。諸行がなければ行と家行と行者と合することを得ない。また諸法はおのおのその相をことにしているから合するときはない。もし本部省罪に至れば異相もなく合すべきこともないから、一切諸法は筆教無一合相であると釈している。諸法離線弁とは、社字、社という字が、一切諸法離一切線弁の義を示す。社字は自相の戦略尺では、浅い解釈では戦弁または行の義である。梵語の、チューティすなわち戦弁またはチャリア、これは行ですね、チャリアの主字、主字っていうのは、頭文字として、社に戦弁または行の義があると見るのである。この二義はともに大日教書第七に明かし、さらに社字を見るとき、すなわち諸行を宣弁して従せざるを知ると釈している。だから社という文字を見たときに、アルファベットのですね、社というサンスクリットのアルファベットを見たときに、それを例えばシャーベットの社、あ、美味しそうとかそういうふうに連想するんじゃなくて、あ、諸行宣弁不可得だとこういうふうに思い浮かべると悟りへ近づくと、諸法は自性に従せず無性であり本不性である。本所不性はすなわち如来の真で、常に安住して
変訳しないから離線弁である、また和合してできたものは線弁の義があるが、諸法は無償無差無諸行であるから無和合であり離線弁である。この調子で全部読んでいくのはちょっと大変ですが、まあ、滑舌の練習を兼ねて読んでいきます。諸法無用造、社寺一切諸法用造不可得の義、社寺の自相を用造の義とするは梵語、茶屋というのが用造、この、転釈である。人の用造が、まあ、影がですね、皆自身によるがごとく、万法はことごとく心識により、まあ、心によってですね、諸法はすべて心の用造である、まあ、心の影響下に起こるものですよね。確かにね、心の影、うん、なるほどね、心が本不生であれば用造も本不生である。もし心の如実相を知れば用造もまた如実相であるから用造不可得であり無用造である。この意も社寺の仁義である。次に諸法無生、蛇字文一切蛇字文ジャジャーメンみたいになってるけど、ジャジモン一切諸法諸法生不可得の義、ジャジの自相を生、生きるという字ですが、生という、ジャーティというのが、まあ、サンスクリットの生きる、生きるというか生生まれるですね。ジャーティ、大書大日教書にはジャタヤの文語を挙げている。世間の主事が治水化風空自節等の縁を得て目を生ずるがごとく、内法も無明行等の因縁によって生ずる。ゆえに、蛇字を見れば一切諸法がことごとく因縁生であることを知る。また阿字は諸法本不生であるから蛇字文も銃の例えをもって感ずるに、生は縁に従って得る。ウルもシカも不可得である。生不可得は 無生罪に異ならない。故に今諸法無生というは生不可得の蛇字文の陣を示している。次に諸法無戦略、湖畔文に、敵、まあ、ここは置いといて、この句は蛇字文一切諸法戦略不可得の義を示している。無というのは不可得の意味である。蛇字の自相は戦略、戦争の戦に敵ですね、ライバルの敵、戦略という大書第7に梵語、これはジャマラに戦略の義があり、その転釈であるというもやや疑わしく、一説には俗語のジャガラ、戦うという意味から釈したものと思われるという。世間の生死の流れに逆らう前方と良き法とですね、生死の流れに準ずる不善法と、善ではない法、すなわち伏せと剣道、自戒と破壊、知恵と無明と、このようにですね、互いの対対して、互いに相対して勝負を争うと見るは、この蛇字の自相戦略の義である。一切の方は本不生であるから同一相であって同一相であって如を入れない。仏界の如と魔界の如と戦う意味はない。仏は道場に座するとき諸法は無体であると、領地するのみであるが、まあ、全てこう相対しているわけではないっていうわけですね。世の人がこれを戦略と見るのである、まあ、勝手にライバル視しちゃうんでしょうか。まあ確かにそうですよね。たまになんか人間でも誰と戦ってるのっていうくらい怒りっぽい人とかいますからね。それ笑えないってことですね。自分の姿かもしれないしね、苦しめられてる、私は苦しんでるわなんてやっぱり思いつつですね、まあそれを自分でその苦しみを設定している可能性はあるわけですね。続き、仏には戦略の意はない。本不生に従すれば無戦略であるから宇治の実技は一切諸法戦略不可得である。次に諸法無慢、他寺門一切諸法諸法慢不可得の義である。他寺の自相を慢の義とする。大書第七に梵語、他からの転釈と釈しているが、おそらく慢の義を有する短歌の主事と見るのが正しいのであろう。慢は、慢は自慢の慢、我慢の慢ですが、
他を両別し、蔑んで侮る義である。また教、教慢の教は合一でおごる義である。すなわち教慢はおごり高ぶる義である。凡夫は諸法について尊卑高下小劣を見て慢心を生ずるが、諸法の本不生を悟れば平等で高下大体がないことを知る。これを、社寺の無教慢の実技とし、一切諸法慢不可得の義という。まあ、確かにそうですよね。違う、これとあれが違うっていうふうに認識するんじゃなくて、大抵こっちがいいとかね、こっちがダメとかね、そんなふうにですね、どっちが高い低い優れてる劣ってるみたいに、そういうふうに設定しがちなのでね、認識しがちなので、それがちょっと違うっていうんでしょうね。続き、諸法無常よというのは、他自問諸法、一切諸法常用不可得の義である。大書第7に常用、長く養うですが、常用の義を梵語、これはビタパナの典釈という。この語につき一説にはビシュタパーナ、っていうのが、これが常用長く養うですが、常用の俗語とし、一説には、ビタパナ、これは木の芽の誤りという。後の説は大書の釈によって解釈して、常用の木をビシャパナの偽薬とし、かつ大書は、他とを混同したものと見るのである。大書には常用の義につき世間に主事を因とし、五大辞説を縁として善事に成長して果実を得るが如く、内法も内なる法もですね、業の因中に四季の主事を下して、無明に覆われ、愛水に潤わされて、自重することを説く、得ると説く。常用不可得の義については、一切の法は等の五自問の本不生と離言説、本不生があですね、離言説がば、それから自性情がら、無因縁がか、東国がきゃとによるがゆえにと説き、またあとかきゃの自義から展開して釈するに、諸法は必教平等にして高下あることなし、高下なきをもってのゆえにまさに知るべし、すなわち増長あることなしと釈している。無常用は常用不可得の義である。次に諸法無音大、大事問一切諸法音大不可得の義である。大事の自相を音大、音大はですね、怨念の怨に、大は対抗の対、た、対、相対するとかの対ですね。対になるの対ですね。音大の義とすることにつき、大書第7には文語の、ダマラによって説明している。しかしダマラは、そう騒ぐとか争う、悩み乱れる等の義であるから、おそらく、情争うの義から転釈したものであろう。文殊門教に大事を魔情を、悪魔の争いを招服する声を出すと釈しているが、これは、ダマラの原義によくかなっている。ただし金剛長経釈迦牟尼も大日経と同じく、大日経と同じくこの字の字義を一切法音大不可得と釈し、守護経第3にも諸々の音癖および有能、まあ、憂いや悩みを離ると釈するから、古来疾患家はこの字を音大の打、打字と称している。音大の対、対立の対、対は、音を避けるという義であって、先の字、社寺の戦略の義とは異なっている。仏が恩、恨みをもって、恨みに報いれば恨みが絶えないが、恨みをなくすれば恨みがついに止むと説くように、これってダンマパダかなんかですね。羅字門を見るときは、一切の方にことごとく音大があると知り、この字の自相を了知する。しかるに諸法本不生と知り、ないし常用不可得と悟れば音大もない。音大を持つなっていう、恨みを持つなっていうんじゃなくて、恨みっていうものはそもそも存在しないんだ、とこういうことなんでしょうかね。続き、これが、大事問の真実の義である。次に諸法無執着、
大事門一切諸法修辞不可得の義を明かしている。大事の自相釈は修辞の義である。修辞、執念の修に字は持つですね。大書には梵語ダナカによって修辞の義を説いているが、あるいは俗語かもしれぬ。修辞の字、持つというのは執着して離れない義である。この大事門を見れば一切衆生は無視よりこの方四魔四つの魔のために弱せられて舎利することができぬと知ることをこの字の自相と名づくる。しかるに、アジ等の諸事門をもって一切法の不可得を感ずれば、一切法に問題なく平等法界に執着することがないから、一切諸法修辞不可得であり、これが大事の真実の義である。次に諸法如如不可得、多事門の義である。多事は自相戦略尺には如の義である。如しという字でですね、如如は諸法の理を指す。梵語のタタターまたはタタートバに如如の義があるから、その主旨について説くのである。如は諸法の実相を指す。如如を消毒することは解脱の義である。しかも解道二条等が実と修する辺を自相とし、これを車検するを実技とし、如如不可得の義をもって、多事の自義とするのである。次に住所不可得。多事門一切諸法住所不可得の義である。多事の自相戦略尺は住所の義で、梵語、スターナ、住所から転釈したものである。住むところですね。一切諸法は縁を待ってなるのであるから、ことごとく諸への住所があると見るのを自相戦略の義とする。諸法は本来不生である。あり、ないし、如如解脱も不可得であるから、無故、無来、無明、無住であるというのはこの字の字義である。まあ、去ったり来たりしないと、行ったり来たりしないと、まあ、動いたりですね、とどまったりもしないと。多事門にいれば諸法は皆空であると了知し、生死の中にも住せず、涅槃の中にも住せず、行所ことごとく闇、諸意皆尽き、一切諸に変じて諸意がない。この無住所の義は、多事の時期である。まあ、涅槃に行くという概念すらなくなってしまうんでしょうね。続き、諸法せ不可得。多事門一切諸法せ不可得の義である。せの字を施すですね、せの義をもって大事の自相戦略尺とする。梵語ダンナ、サンスクリットダーナによる釈義である。ダーナっていうのは施し与えるという意味ですね。いわゆる旦那さんというのはここから来てます。大書はこれを舎世の義と釈し、もし大事を見ればすなわち一切諸法を皆これ舎すべきの相と知ると説く。また自義釈については大書には今諸法の不生を感ずるがゆえに、世者と世所と諸世のものとは皆ことごとく本来不生なり。やばい、滑舌みたいになってきたね。施すものと施すところと、待ってくださいね。施す人と、その施す場面って言ったらいいのかな。それから施すそのもの与える人と、それをもらう人と、その、なんだろう、その実際のやり取りされるもの、それとは皆ことごとく本来不生なり、ないし一切の法は住所なし、住所なきがゆえに、すなわちこの三時もまた住所なし、このゆえに仏、仏道場に座したもうときは、すべて、諸へなく、また諸者もなく、虚空蔵の中において運析するところなけれども、しかも不問より入手してあまねく群生に施す。これを旦の実相を見ると名付く。また旦原光を具足すと名付く。また如来秘宝の蔵は皆これ法然なり、いわゆる人に授くべからず。もし他に施す接する時は、かえって衆生の寝室心の部屋の中についてこれを開出するのみ。このゆえに今日に一切諸法皆不可得という。名付けて自問真実の義となすなり、と述べている。次に諸法崩壊不可得。
大事も一切諸法法界不可得の義を示している。大事の自相戦略の義は法界である。これは梵語、ダルマダート、すなわち法界から転釈したのである。法界、法律の法に世界の界、法界の界には、タイの義分の義がある。もし、ダジモンを見れば一切諸法はことごとくタイがある。法界をタイとすることを大書に説く。これは自相戦略の義である。仁義仁美の義は、法界不可得の義である。この義を大書に釈して、それ北海とはすなわちこれ深海なり心の世界なり、深海は本部省なるをもってのゆえに、誠に、まさに知るべし。崩壊もまた本部省なり、ないし深海は徳もなく者もなきがゆえにまさに知るべし。崩壊もまたまたまた徳もなく者もなし。中略ゆえに崩壊とはただこれ自称上心なり別の方なし。また次に如来の大世とはいわゆる大悲曼荼羅なり。崩壊とはすなわちこれ不問の実相なり。核のごとくの実相は家事人力をもっても人に示すべからず、このゆえに法としてうべきなしという。もうちょっと続きますね。まだここって言葉の説明なので講義のところではないわけなので、かなりちょっと厳しいので一旦休憩入れますか。ですね、じゃあ崩壊不可得まで読みました。ここで一旦切ります。南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛。ありがとうございました。オンバイタレイヤースワカ、またまた。